はい、アベンです。今日は秋田市川端に来ております。こちら熊親父さんですね。ずっと行きたかったんですけど、秋田にいたのね、赴任した時に行けなかったお店です。この後行ってきます。行きました。こちらの方が馬の首の身のね、刺身ですね。で、これは漬け出し、ビールをいただきます。結構固めの肉だそうですね。しっかり味があって、結構口応えは滑らかけど、確かに噛み、すぐに噛み切れないぐらいのね、硬い肉ですね。確かにね、はい、いただきましょう。はい、あ、大丈夫ですよ。うんうん、はい、ちょっと待ってくださいね。つくねも美味しいですね。この後もいただいていきます。カリホの腸からです。カリフォにも合いますね。ハツの刺身です。うまい。はい、いただいてまいりました。うん、結構ね、何食べても美味しいお店でしたね。で、何食べたか、まあまあ馬刺し基本的に食べたんですけどね、美味しかったですね。で、熊本のね、馬肉を出してるんですけれども、VV でね、出してるっていう文化が熊本で、それでね、ちょっと選んで、牧場さんだとかもね、こうつないでね、出してるというような話でしたね。本当に美味しかったですね。で、結構ね、小表の、大将って言ったら怒られるかもしれないですけどね、だったんですけどね、もう本当にね、チャーミングでね、話しやすい方でね、まあいろいろな話もね、させていただいて、美味しくね、飲み食いできました。美味しかったです。また来たいと思います。阿部でした。ご視聴ありがとうございました。